ちょうどよかったわ。これから町に魂食いが出てきた件についてミーティングがあるのよ。急ぎの用事がなければ一緒に来てもらえないかしら。やあ、二人とも来たね。こんにちは、姉さん。一般領域に魂食いが現れた事件についていろいろ整理しておこうと思ってね。分かったこともあるし。そうですね。ではまず、発見された社員証の持ち主ですが、武蔵様のおっしゃっていたテンペストの行方不明者だと分かりました。ただ不可解なのは、あの現場の周辺映像からはその方の姿は確認できなかったのです。それどころか、アバターロストや修復依頼の該当者リストにも確認できていません。社員証を拾った場所が道の真ん中だったので、数日間置き去りということはないはずなのですが。よく覚えてたわね。その通りよ。故意に置くか、誰かにハッキングされるか、あるいは不測の事態に陥ったことでアバターから落泊した可能性はあります。昨日の件はそれだけ特殊な状況なのですから。ちなみに本人は行方不明が判明する前日まで現実の方のコンフリクト社に出社しておりますが、退勤後の足取りは不明です。補足ですが、他の2名の行方不明者についてはテンペストから詳しい身元情報が提供されていないので、イクリプス内での新しい情報は何もありませんね。そっちはほとんど進展なしか。他に何か分かったことはないの？それが、ポーンが街にあふれた件は今どこのメディアでも複数の愉快犯による犯行となっているんです。愉快犯が計画し、その人と契約しているフォークロアがゴミ箱を破壊したことにより、ポーンが廃棄領域から出てきたことになっていて。何言ってんの？ SNS とかじゃなくてメディアの発表よね。はい、他の業者や AI の報告でもその通りになっています。確認もしてみましたが、嘘をついている様子は見受けられません。アスクレピオスでしたっけ？彼女の映像もバッチリ流れてしまっているようですね。そのせいでフォークロアの関与は間違いないとなっています。あと、姉さんには少々申し上げづらいのですが、以前スキピオ様が KBAI を壊したのを目撃した方々があの時の動画を上げておられまして、その動画が記事に信憑性を与えてしまっているようなのです。その動画には前後の経緯などは映っておりませんでしたので。またフォークロアに対する評価が下がるわね。こういう流れなのでね、ネウの報告をそのままアリスにあげた場合、こちらが虚偽の報告をしているように扱われそうな空気なのですよ。原因はあの白い魂食いよ。運営の発表が明らかに嘘じゃないの。もちろん私たちはネウさんたちを信じていますし、クロノグラフの影響下では愉快犯などいなかったのですから。あそこで何らかの偽造が行われていたことは明らかだと思います。ただ私や桃地、そして武蔵様は後から到着したので、それまでに起こった制限エリアの中のことは分かりません。ネウさんたちが正しいと研究所の立場では断言できないのです。まあ報告義務はないので、要求されない限り研究所としての公的な見解発表はしませんがね。しかも姉さんたちがポーンを掃討しているのを外から見ていたヤジウマの反応からすると、今の報道の方が辻褄が合うのです。確かに
私たちも図書館で気になって調べたら、テロか何かみたいな反応が多かった。じゃあ、白い魂食いについて、新しい情報はもう何もないの？ありません。白い魂食いも、今や他のポーンと同じ扱いになってしまっているようです。おかしいのはそれだけじゃありません。なぜ制限エリア内にフォークロアだけが入れなかったのか。それよそれ、それも疑問だったのよ。武蔵さんも言ってたけど、あの事態を収拾するのに合理主義の女王がフォークロアを排除する理由がわからないのよ。それについては武蔵様の方から運営に問い合わせたところ、愉快犯のフォークロアと関係者のフォークロアが混同されることによる二次被害を防ぐためという説明がされたそうです。はっきりとは申されませんでしたが、納得しておられない様子でした。ただあちらの組織でも武蔵様以外の方は他の業者の方や一般利用者の方々と同じ様子なので、やむなく口をつぐんでおられるのではないでしょうか。我々と同じですか。あちらで何か動きがあるならこちらも便乗する手もありますが、武蔵君一人ではやむを得ないのでしょうね。確かにいかにもな理由だしね。私も自分の目で見ていなければ納得してしまったかもしれないもの。おや、これはタイミングがいいというか、時間通りというか、不眠不休でデータを解析してくれている桃地くんからです。先ほどまで検討していた謎の答えが出るかもしれませんよ。私の方で桃地くんに確認して、彼には先に休んでもらいますので、君たちはその間しばらく休憩してきてください。わかったわ。じゃあ一旦解散ということね。おかえり。これで全員揃いましたかね。じゃあ早速始めましょう。偽の情報とかフォークローが入れなかったのは結局どういうことなの？まずは説明のために確認をしましょう。あの時外から野じ馬していた人たちはエリア内で AI やアバターがポーンの駆除をしているのを見ていた。そして君たちが見ていない男たちとフォークロアがゴミ箱を破壊していたと話していたのですね。はい、そうです。桃地も制限エリア内へ入る前の記憶はその通りだったと報告もしていますが。虚偽記憶というものを知ってますか？虚偽記憶とも過誤記憶とも言いますが、実際には起こっていないことをさも起こったかのように記憶することです。例えば犯人を見たような気がする程度の記憶の人に、全く関係ない人たちの写真を容疑者だと言って複数見せます。するとその中からいないはずの犯人を選んでしまうことがある。このように似たような別の情報を与えられたり、先入観から思い込みやすい方向に誘導されたりすると、人は案外簡単に記憶の方を変えてしまうのですよ。それでその虚偽記憶、愉快犯を見たって人たちにそれが起きてたってこと？どうして？桃地くんが自分の記憶データを検証したんですよ。するとちょこちょこ不自然な映像が差し込まれていたそうです。まさに見ていないものを見たように記憶させられていました。完全に記憶を書き換える必要はない。魂食いなんて化け物よりありえそうな愉快犯の映像で虚偽記憶が生み出され真実になってしまったんです。待ってよ、そんなことできるのって。記憶の情報操作、それが女王によって行われていたということです。そうよね、女王の仕業ってことになるわよね。待ってください。虚偽記憶というのは現実に脳があるアバターには有効ですが、アバター以外にも効くものなのですか？
そもそも AI にはそのような工作をする必要がないのですよ。すべての AI の管轄は女王ですからね。 AI の記録書き換えなど女王にとっては算数よりも簡単です。じゃあフォークロアはどうなの？そこです。フォークロアが中に入れなかった理由はそこなんですよ。女王が自然に記憶を操作できないからなんです。私たちフォークロアには自然に記憶を操作できない。もしかしてログイン・ログアウトがキーですか？アバターと違って私たちはログアウトをしません。アリス内での記憶が途切れる瞬間がないから、女王がフォークロアの記憶を操作するタイミングがないということでしょうか？ええ、大掛かりな記憶操作はログイン・ログアウト時でしょう。確かエリア内からすぐに強制退去された人は必ず消える前に痛みを訴えていたんですよね。ええ、そうだけど、それも関係あるの？元から中にいた業者も数人同じ痛みを覚えたそうです。おそらくより詳しく状況を覚えている人間に対してマーキングを兼ねたストレスの負荷を与えたのではないかと。痛みなどの過剰なストレスを与えることで嘘の記憶映像と結びつけやすくしたのです。痛みはおそらく現実の肉体への電気刺激でしょう。これは医師免許を持っている医療従事者にしか知らされないシステムなんですよね。体内チップには現実の体の緊急時に応急処置のため仮想空間にいる医師がコマンドを発行すれば電気を流せる機能があるんですよ。おそらくそれを利用したのではないかと思います。チップがアリスにリンクされている機能である以上、当然女王も使えるものですしね。その痛みの記憶を持ったアバターの記録をログインやログアウト時に操作し、実際の脳にも偽の記憶を植え付けたといったところでしょうか。アリスへのログイン・ログアウトについても、その時何が行われているかを完全に把握しているのは女王だけですからね。誰に何を咎められてもおそらく証拠なんか出てきません。ですが、こうやって記憶の操作があったという事実を踏まえると、ログイン・ログアウトにおける辻褄合わせの記憶操作はこれまでもあったのかもしれませんね。さらっと怖いこと言わないでよ。この研究所では一応対策は取ってるわよね。イクリプスに属している人間は日常的に女王の検閲から記憶を隠蔽する対策は行っていますよ。記憶のバックアップは外部にも取ってありますから、万が一操作されてもそれを見て思い出すことも可能です。前にもちょっと話したでしょ。監視カメラに実際のその場の状況じゃなくて無難な偽のダミー映像を流してるみたいな感じよ。君に関しては心配しなくてもいいですよ。クロノグラフが守ってくれているようなので、今後女王にどうこうされることはないはずです。武蔵君に作ったツールのおかげだと桃地君が言ってましたが、事件後しばらくは彼もクロノグラフに守られていたようです。だから彼はログアウトせず検証をしていたわけですが、普通の人はクロノグラフも対策もないからいくらでも操作され放題よね。あれ？じゃあ私はどうなの？ネウはあれからログアウトしてないでしょう。気になることがあるから調べるまではって言いながら寝落ちばっかりしてたじゃないですか。あ、そっか。まあ結果オーライってことよね。とにかくことが大きくなってきました。今後のことについては再調査の上でもう一度検討し直すということにしましょう。場合によっては桃地君との二人で対策用ツール制作のチームを組んでもらうかもしれませんが。先日武蔵様に作ったツールもありますし、なるべくあなたの手を煩わせない方法を考えましょう。そうね。湊さんの件もどうにかしなくちゃいけないし、なるべく私たちでできることは対応しましょう。
はい、お疲れ様でした。ちょっと待って。こちらを向きなさい。ああ、やっぱりこわばったひどい顔をしていますね。今は深くは聞きませんが、組織内での不和は困ります。早期解決をお願いしますよ。ダメ！彼を攻撃しないで！これでも気づけん程度であれば、研究所でおとなしくしているんだな。今は深くは聞きませんが、組織内での不和は困ります。待ちなさい！もう、危ないから一人で廃棄領域に行かないでちょうだい。そりゃ、あんたにはクロノグラフがあるかもしれないけど、一言くらいは言っていきなさい。だからこの包帯もただの暗示なのよ。もう治療済みだから痛くないって脳に教えるためのね。私重荷になってるのかな。もしね、私と一緒にいるのが辛いなら他の子と一緒でもいいのよ。でも心配だから一人で出かけたりはしないで、お願い。うん、青春というやつか。ランスロット、びっくりさせないでよ。悩むのは若者の特権だがな。ここは戦場だぞ。周りに注意くらい払ったらどうだ。気配を殺しておいてよく言うわ。口から心臓が出るかと思ったわよ。すまないな。最近は潜入が染みついていて、もう呼吸みたいなものになってしまっているようだ。ところで怪我はもういいのか。ええ、本当は大したことなかったのだけど、保護者がちょっと過保護なものだから。そうか、まあ無理はするなよ。仮想空間といっても不意の負傷は痛いものだ。ありがとう、気をつけるわ。ところでランスロットは、探していた魂食いは見つかった？私たちの方ではボークロア付きの魂食いをずっと追ってて、新しいのは見かけてないのだけど。ああ、そっちは全然進展はないな。ただ少し妙な噂を聞いたが、まあそっちはおいおい調べるよ。今日は別件で会いに来たんだ。ああ、お前あの男とちゃんと肩はつけたのか。やれやれ、期待を裏切らんやつだな。さっきのぐじぐじしてたのはそれか。まさかと思うが、お前自分の不甲斐なさをネウに押し付けたりしてないだろうな。違う、彼はそんなこと。謝罪と罪悪感のひけらかしは違う。そしてネウ、お前もだ。優しさと過保護は違う。過保護は己が気持ちいいだけだ。間違えるな。まあいい、ちょっと話をするから、そこに座って聞いていけ。桃地と言ったか。あの男との戦いの時、自分はお前と行動を共にしながら戦闘には協力しなかった。立ち会い人などというのは体のいい断りだ。組織の面倒ごとに巻き込まれたくないなど、いろいろ理由はあったが、一番の理由はな、お前の思慮の浅さだよ。思慮の浅い指揮官に我が剣を預けることはできない。いろいろ悩んだとでも言いたげな顔だがな、お前はあの男に負けた原因を答えられるか。そのような考察はしなかったのではないか。それは街中でいろいろ問題が起こって大変だったから。うん、確かに大変だったのかもしれん。
そもそもああいう古いタイプの相手は疲れるだろう。だがな、奴に勝ちたいなら次はどうすると考えることは必要ではないか。お前とあの男の差は何だった？理解できてないか。仕方がない。少々おせっかいが過ぎるかもしれんが、いつか共闘する時のための先行投資だ。奴はな、お前が次に何を仕掛けてくるか可能な限り多くのパターンを想定していたんだよ。まあお前に限った話ではなく常にそうだろうが、その上でお前が取るであろう行動はおろか、お前が思いついてもいない可能性すらも全て潰していき、自分が有利なフィールドを完成させ戦っていた。それに比べてお前はどうだった？フォークロアを過信して場当たりな指示を出していただろう。奴は常に先の可能性を考え最善を選んでいたんだ。誰がどう動くかを想像し、己の行動の先に何があるのかを予想して備えておく。これは人生における数々の選択でも同じことが言える。人生にはやり直せることもあるが、取り返しのつかないことも多くあるからな。どうだ、人生に悔いを残した先達の言葉としては多少は聞く価値があっただろう。何、足手まといになられては困るというだけだ。礼はまた魂食いの情報を教えてくれればそれでいい。ではな。これからどうするって聞くまでもないか。ランスロットに言われたこと考えたいんでしょ。だったら一度戻りましょう。もうまずそれをやめなきゃダメよ。その気を使いすぎるやつ。お互いにね。さてと、反省会だけど一人で考えるとか水臭いのはなしよ。まあ別に手伝うとかそういうのじゃないわ。あんたもう十分一人で考えてたでしょ。答えはあんたが出す必要があったとしても誰とも相談しちゃダメってことはないと思うの。私にも思うところはあるからちょっと参加させてちょうだい。構わないでしょ。私のためにやるのよ。あんたのことはついでなんだから。じゃあせっかくランスロットからヒントをもらったのだから、そこから話を進めるわね。ランスロットが言ってたのは予測とか想像力ってことよね。桃地は確かにそういった相手を観察して罠に飛び込むように誘導する戦略を取ることが多いわ。どういう戦い方をして負けたの？大体でいいから思い出せる範囲で詳しく話してみて。うんうん、なるほどね。一体多数で突撃して相手にかわされたから勢い余って相打ちになったんだ。でもどうしてそんな力押しに？桃地たちの戦い方は一度見たことあったでしょ。あんたがイクリプスに正式加入した日よ。あの時もアンドロメダは相手に優位を確信させてからあらかじめ準備していたフェイクや罠を展開していたわ。あんたにしては冷静じゃなかったのかもね。挑発されてたみたいだし、頭に血が上っていろいろ飛んじゃってたんでしょ。それともしかしたらあんたとの戦闘ではアンデルセンの性格すら込みで策を練ったのかもしれない。あの子は臆病だから突撃が他より少し遅れるかもとか。桃地のそういう読みや戦い方、それを覚えていて気づいていたら。私もそう思う。あんたは腹芸こそできないけど物事に真摯に当たるタイプだと思っているの。多分そこに気をつけて
戦闘をシミュレーションすれば、少なくとも桃地の手のひらで転がされるようなことはなくなるはずだわ。次は勝つなの。あの男をいつかギャフンと言わせてやりたい。いつも負けてるから悔しいとかそういうんじゃないからね。ってちょっと何よその、あーと言いたげな顔。あんたももっと奮起しなさいよ。そもそもお前は甘いとか言われて殴られたのが始まりでしょ。あれはアスクレピオスたちと初めて会った時よね。確か割り込んできたアスクレピオスに驚いてあんた桃地を止めたのよね。でもあれはアスクレピオスに事情がありそうだったから思わず止めちゃったんでしょ。実際何がしたいのかわからないけど、アスクレピオスは理由のわからない行動を続けているわけだし。私たちはここで引きます。あなた方もここで引いてくれませんか。ああ、アスクレピオスが引いてくれって言ったものね。でもあの状況じゃ引けないでしょ。桃地だってさすがにあそこで撤退しておけばとは言わないんじゃない。問題はその後に起きたことなわけで。なあもう、また微妙な顔してる。怪我のこと言ったら怒るわよ。今話すべきなのはそのことじゃないでしょ。そりゃあね、私だってそれは分かってるわよ。でもそれって結果論じゃないの。結果って言えば、アンデルセンと一緒に戦ったあの時にアンドロメダも何かそんなこと言ってたのよね。それは結果に過ぎないのです。なぜその結果を招いたかを桃地は考えてほしいのですよ。結果を招いた理由、私の怪我も一般領域の騒動も結果よ。アスクレピオスたちと最初に戦った時はまだ起きてなかったことだし、そんなのあの時点でわかるわけ。そういうこと。桃地はあの時点でもう町にまで被害が及ぶ可能性を考えてたってこと。ここで魂食いを仕留めておかないと大惨事を招くかもしれないって、だから殴るほど怒った。はあ、なるほどね。確かにあの時はそこまで考えてなかったわ。私たちはアスクレピオスが何を考えてるのかっていう目の前のことしか見えてなかった。桃地はその先に起きるかもしれない被害まで見えてた。それが私たちと桃地の差ってことね。想像力も危機感も足りてなかった。我ながらちょっと情けないというか。よく答えにたどり着けましたね。一つおまけして付け加えると、結果は結果に過ぎません。アンドロメダ、いつの間に。起こったことはただ思い悩むのではなく、どうするのかとか再発しないためにということが大事なのだと思いますよ。そして結果的にというなら、あの惨劇があったから女王は都合の悪い事実を、記憶を改ざんしてまで隠蔽することがあるのだと発覚したことも確かです。ええ、そうですね。所詮は不幸中の幸いに過ぎません。ちょっと、アンドロメダ。結果的に事態は悪い方向へ進んでしまいました。ですが起きてしまったことはもうやり直せないのですから、そこで足踏みをし続けるのは不毛なことですよ。ただそうですね、今から一つだけ内緒のお話をします。私が話したということは桃地には言わないでくださいね。今の私がまだ桃地と出会っていなかった頃の話です。桃地には弟さんがいたのです。ですがその方は数年前に亡くなられました。ア
バターロストによって。それって亡くなられたって廃人化じゃなくて現実の体も。そうです。あ、でも湊さんの場合とはいろいろ状況も異なりますから、アバターロストが即命の危機ではないので、そこはご心配なく。湊さんはまだ救える希望があります。でも残念ながら桃地は弟さんを救えませんでした。その時は桃地もかなり無茶なことをしましたし、散々自分自身を責めました。そのせいで周囲にたくさん迷惑をかけて、心配をかけて、そして救いのない結果に終わったのです。だからあんなに。桃地があそこまで激高するって珍しいなとは思ったのよね。あれでも気持ちを抑えていた方だと思いますよ。いやでも思い出したでしょうから。ですから桃地は湊さんを、妹さんを助けたいと、あなたに救わせてあげたいと思っています。桃地はきっと私たちよりずっとその思いは強い。それだけは信じてあげてください。桃地は言葉も足りないし容赦もない人ですけれど、決して何の理由もなく行動しているわけではないのです。そっか、私も知らなかったわ。そんなことがあったのね。自分みたいに悲しい結果になってほしくないから、だからあんなに厳しいのね。ありがとう、アンドロメダ。その話聞けてよかったと思う。ええ、その通りよ。でもそれをいつまでもくよくよへこんでるだけじゃダメ。変わらなきゃ、前向きにって口で言ってるだけでもダメよね。桃地には行動で示すしかないわ。よかった、お二人とも目が生き返りましたね。では私はこれでお先に失礼します。お気をつけて。ありがとう、行きましょう。とはいえやること自体基本的に何も変わらないのよね。なんかこう勢いで記憶情報とか魂食いとかババーンと見つからないかしら。そうね、こういうことをコツコツ積み重ねるしかないわよね。待って、何か聞こえない？戦闘が起きてる。しかも結構な数がいそう。雑魚がゾロゾロと、どれだけ湧いてくるんだ。雑魴呼ばわりは蹴散らしてからおっしゃってはいかがです？今の姿はまるで負け犬の遠吠えですよ。そっちこそ吠えていろ、ポンごとき。ランスロット囲まれそうになってるじゃない。しかもあいつ、この前の新選組じゃないの。了解よ。お前たち、またあなた方ですか。ことごとく邪魔しかなさらない方々ですね。それはこっちのセリフよ。なんでポーンなんか率いてるのか知らないけど、倒して問題なさそうなのは分かりやすくて助かるわ。それは自分も保証しよう。倒せるつもりでいるとはおめでたい人ですね。ですが困りましたね。あなた方には今は手を出すなと副長から指示されているのですが、まあ仕方がありません。巻き添えの場合は事故ということで。そこの騎士には私のいたずらを見られてしまったので、消えてもらわなければいけないのですよ。鉢合わせた運の悪さを恨むことですね。
戦う人数が増えたとはいえ、いささか敵の数が多すぎる。甚だ不本意だが、とにかく包囲から脱出することを考えた方が良さそうだ。囲まれた状態ではこちらが不利すぎる。ランスロットの言う通りだわ。悔しいけどこのまま押し切るのは無謀よ。かといってこれだけ囲まれてちゃファストトラベルで逃げるのも難しいわね。それ一か八かの賭けじゃない。本気なの？ああもう分かったわよ。やりなさい。向かってきた敵は引き受けてあげる。なんだ、何をしている？システム領域へ逃げるわ。ポーンの足を止めて。待ちなさい。なんです、それは。開いた。飛び込むわよ。ダースロットも。なんだか知らんが、わかった。待ちなさい。特にその騎士だけは待ちなさい。安全を見て奴と離れすぎたのがあだに。ポーン、足止めしなさい。こいつらを連れて行くわけにはいくまい。追撃の一部だけでも片付ける。しつこいぞ。扉の修復が始まってるわ。ランスロット、急いで中に。どうにか逃げ切れたわね。さすがにここまでは持ってこれないはずよ。驚いたな。ここがシステム領域か。侵入できる奴らがいるとは思わなかったよ。その時計の力か。ええ、そうよ。私たちもこれの性能についてはまだよくわからないのだけど、彼にしか使えないことは確認済みよ。そういえばナイトが現れないわね。今回はたまたま運が良かったのかしら。油断大敵だ。そう言っていつ現れるとも限らん。そうよね。非常手段だから飛び込んだけど、ここも安全とは言えないわ。早く出ないと。ああ、我々は招かれざる客だ。見つかった時の歓迎は相当手荒いだろうよ。とはいえ少しは回復しておきたいな。あいつとポーンもまだ元の場所にいるだろうから、ひとまず身を隠さないか。わかったわ。あの辺の物陰でおとなしくしてましょう。ああ、ともあれお前のおかげで助かったよ。礼を言う。奴が自分のポーンにフォークロアを食わせようとしていたので助けに入って逃がしてやっただけだ。何よそれ、食わせようって何のために？まさか魂食いでも作ろうとしてたわけ？魂食いの作り方だか操り方だか、そんな噂をテンペストの誰かが話していたらしい。テンペストはお前たちの同盟組織だろ。え、それってどういうこと？しかもテンペストの構成員ってもしかして行方不明の。行方不明？お前たち何か知っているのか？知ってるなら教えてくれ。魂食いを作っている男の話だ。魂食いを作っているなんて話は知らないし、知ってるのは行方不明の人がいるってことだけよ。他のことは何もわからないわ。それでもいいから頼む。どんな些細な情報でもいいんだ。仕方ないわね。ここだけの話にしてよ。情報の出どころは絶対に口外しない。聞いてくる相手もいないと思うが、いやそれでも誓う。私は騎士だ。誓いは破らない。
分かったから落ち着いて。テンペストの組織内で行方不明者が3人出ているの。そのうち1人はこの前一般領域で起こった魂食いとポーンの暴走の時に拾った社員証からあの場にいたらしいという推測はされているけど、それ以後の足取りは依然不明なままよ。それだけか。他に何か思い当たることはないか。何でもいいんだが。ないわよ。そんなに情報が必要なら私たちと契約すればいいじゃない。契約などクソくらえだ。に睨まないで。怖いし、言葉のあやでつい言っちゃっただけなの。ごめんなさい。すまない。お前たちには関係ないというのにな。なんか契約に関してよっぽど嫌な思い出でもあるのかしらね。ランスロットに契約の話は禁句にしましょう。それで念のためにもう一度聞くが、お前たちが持っている情報は他にはないんだな。ええ、そうよ。私たちの知ってることはこれだけ。それよりもそろそろここを出ない？いい加減、やばいのに見つかりそうで落ち着かないわ。わかった。あの新選組のやつが引いてくれているといいがな。